になりますね。ロゴがボタン回ってますかね。赤いのついてますかね。ついてますよね。はい、大丈夫ですね。これもついてるし、はい、はい、お願いします。改めて、はい、お願いします。加減大丈夫ですか。うん、大丈夫です。ちょっとこう偏りの方が凝ってますかね、うん、下の、うん、そうですね、その辺硬いですね。ですよね。うん、手が温かくて気持ちいいですね。本当ですか、うん、あでもなんか人にはよく言われますね、手が温かいって、うんうん、っていうことはなんか心冷たいのかなと。いやそんなことないでしょ。まあ、でもそういうやり取りが鉄板で行われるわけです。ちょっとこれ痛いですかね、刺される、うん、気持ちいいです。はい、さっきよりほぐれてるんでその刺さる感が減りましたね。減りました、うん、気持ちいいぐらいです。全然刺さってないです。先生だから最初やっぱよっぽど硬いんですね。そうですね。なんか、もう入ってこなかったですよね。やっぱり、ね、人のことばっかりやってると自分が気がつくそうなってるってありますよね。そうですね。もうミイラ取りもミイラじゃないですけど。医者の不養生的なね。そうですね。引き使っていってくださいね、はい、おお、そこ痛い。こりありますね。痛い。さっき俺もあの肩もみで先生に、はい、やりましたね。そうそこですね。やっぱここって、うん、万人みんなが凝るんですかね。あの目の疲れがあったり、今肩が凝ってたりで、うん、痛いとこですよね。ですよね。まあ、大体みんなそこは当てはまりますよね。当てはまりますよね。うん、あ気持ちいい。今のなんかそれいいですね。あこれ すごい気持ちいい。ここもいけますもん、うん、やっぱなんかこうリズミカルに動くのが哲也さんはすごくいいんじゃないですか。と、なんか言われるとやっぱそうなのかもしれないですよね、うん、やってて自分もそっちの方がなんか、うん、そうですよね、うん、なんかやりやすいっていうか、そうですよね、うん、そういうのをなんか多く入れていく方が哲也さんらしいというか気持ちいいしですかね、うん、ちょっと開発するしかないです。そうそう、それは多分あんまりいないタイプのあれなので。あそうですか。そうじっくりタイプはもういるから。それはいいんですよ、それの人に得意な人に任せれば。はい、すごくそのもむ技術が高い気がします。そうですか。気持ちいい。あるんですね、やっぱそういうね、うん、なんかやっぱこう リズミ
リズム感っていうんですか、ね、動きが滑らかっていうのが哲也さんのいい特徴なんじゃないですか。ありがとうございます。ちょっと人に言われないと自分のこと気づかないですからね。あ、まあ、確かになかなかね、評価ですもんね、結局分かるのは。そうですね、だからやったらちょっとそっち方向の主義をちょっと増やしていく運がいいと思います。動きがあるやつの方が哲也さんはすごい気持ちいいです。ありがとうございます。ちょっと頑張ります。これ他の方にも言われるんじゃないですか。どうすかね。そうでもないです。うん、多分そこまで見てくれるっていうか考えてくれてる人ってそうそういないかもしれないですね。 あと多分ある程度知ってないと比較ができないとかもあるのかな。確かに言葉にするのがとか。そうかもしれないですね。先生ね、いろんな方ね、ご存知ですから。そうですね、自分がやっぱりいろいろ受けたりもしてるし、多分そのある程度知識もあるのでですよね。ですよね。多分本当みんなそれぞれあるんですよ。なんか得意なパーツ、苦手なパーツ、ね、得意な主義、苦手な主義みたいな。そうですね。どっかり映ってねえじゃん。でしょ。動きね、あの場所変わるとね。ちょっと先生も動かしますよ。カメラも全然動かしてくださいね。たまにやりますよ。俺もあの、はい、なっちゃいます。背中がスーッとしてきました。本当ですか。押してもやっぱ人の手でやってもらうってすごい違いますよ。そうですね。うん、別にあのミンティアとか貼ってないですから、ね、そうですね。そうなんですよ、背中って本当にあれですよね。なんかあのスッとすると気持ちいいですよね。そうそうそう、なんかスーッとしてくる、軽くなる感じっていうか。しますね、やっぱ人から受けるのはいいですよね。みんなやった方がいいっすよ。いや俺もそう思います。本当そう思う。でも最近若い子でも受けたいっていうのが多くてコメントとかもあるんですけど、あもうやっぱみんな凝ってるから感じるんだろうなって。でしょうね、うん、渋谷でもみんな凝ってますもん。医療費助成するんだったらこういうのにもお金をね国が出してくれたりとかあった方がいいと思うんですよね。後から高額な、ね、手術とかするよりも普段から、あとまあこういうのを皆さんが覚えるみたいな機会を作るとか、そうですね、すごく気持ちいいしすごい効果的だと思います。まあ、予防医学みたいな感じでね。そうすごい必要だと思うんですよね。普段からやっぱあの知るためにも体どこ凝ってるとかさ。そうですね。よいしょ。すいません、腕上げちゃったな。いえいえ、みんな知らないだけでやった方がいい人すごい多い。みんなそうやった方がいい。単純に気持ちいいし。そしたら多分医療費ねちょっと減るかもしれないですね。そうね、いや絶対減りますよ。やっぱいろいろあのなんだろう、数値でやるよりも意外とこっちの方が聞くと思う。なんかそういうの嫌いな人もいいじゃないですか、手術とか薬とか。それでやるよりもやっぱり体に優しいし、自分であじゃあ食べ物気をつけようとか運動しようとか、なんか自分のことを見直すきっかけにもなりますよね。なりますよね。いや肩回すのがやっぱり気持ちいいですね。でついでにあのこの極上筋のところも少しこう、はい、引っ掛けられると。なるほど。ああ。
肩大丈夫ですか下の、うん、すごい気持ちいいです大丈夫です、下の肩も別に今気にならないです。これ首も伸びるから気持ちいいです、ね、うん、すごいやっぱりなんかちょっと普段ない動きで気持ちいいです。でも先生もさっきやってましたもんね、俺の肩も、ね、そうそうそう肩回しますよ、下にこうズーンって、ね、回ります、ね、ちょっと引っ張ってあげると ねストレッチになっていいですよね。でちょっと後ろに回していただいて、この式使ったらこうやってください。はい、あでも痛気持ちいい具合です。ついでにこの肩甲骨のこっちの際の方、うん、あそこ響きますね。うわ、硬いすな、ね、ここ凝ってますね、ほぐれてきてるけどまだまだ硬い。時はちょっとね、大きめにこうやって回しながらやるんですか。うわ、深いっすね。いや、もう長年度ですから、これ。うわ。大丈夫です。はい、おーおーおーとしか言えないこの感覚。だんだん動いてきました、ね。あでもそうですね、動きが大きくなってる。おー指くあーうー。あーでも気持ちいいですね。ちょっとね痛めですけどねこれ。痛いけど、うん、痛い気持ちいいというか、うん、ああいい感じです、いい感じです。肩甲骨が動かされている、ね、引っ張られている。あーでもね気持ちいい。ついでにこっちもこう。あーなるほど。あーあーうわー大丈夫ですか。あーはい。ここなんかすごい強力な両面テープかなんかくっつけられてる感じする。そうね、そこが硬いですね。ここねちょっと時間かかりそうですよね。そうですね、ここ取れ、ちょっと溶かしたいですね、うん、溶かしたいですね。固まってますね。ちょっとね、こうやって動かしながら、なんかがっちり止められちゃってますね、そこはね。なんかテープ剥がしでもくっつけたいですね。ね、できるならやりたい。でもなんかさっきでこう腕の伸びがいい、うん、そうですね、うん、気持ちいい。あ、いいですね、動かしてもらうの気持ちいい。お腹大丈夫ですか。うん、全然お腹の方は何にもないです、大丈夫です。多分ここをね、こうやって動かして血行を良くすれば。あーでも本当呼吸もやっぱ楽になるから、はい、絶対これ赤ちゃんにもいいですよ。本当ですか。うん、いやなんか妊婦さん肩こり腰痛多いじゃないですか、足もむくむし。いやもうみんなもうね、それはもう避け通れない道ですよね。そうだから、うん、やっぱ本当は自分で動くなりなんなりがあった方がいいんでしょうけど、それもねちょっとこう、うん、なかなか手が回らないので。あと動き方知らない人もいますもんね。そうですね、うん、変にねドスドス動けないしね。そうね、私動きますけど。そうさっきも驚きましたね。動きがね、大きいからね。あーでもさっきよりなんか滑らか。そうですね、いい感じですね、うん、いやだから絶対こういうのはやった方がいい。あの特にね、医師からなんか言われてるんだったらね、ダメだけど、まあそうですね、特別ね、なんか注意がいるんじゃなければ別に病気なわけじゃないので、うん、むしろいろいろ動いたりほぐしたり必要だと思うので。そうですね、うん、
様子見ながらですね。そうですね、やってもらえるんであれば様子見て調子がいいときは受けた方がいいと思う。掘りをね、そうそうとよくないですから。いや、いいこと一個もないですよ。そうなんですよ。でもなんか行くとこないと我慢するしかないみたいになっちゃうんで。まあまあ、なんとも言えないですけどね。やっぱりあのお店にはお店の事情もありますよね。まあね、だからこういうふうにやってもらえる人見つけるねっていいと思います。私はやってもらえる人がいてよかった。もう、で、たくさんいらっしゃる。やった方がだってよく眠れたりとかね、やっぱ気持ちいいですからね。触ってもらえるだけでもなんか気持ちは救われるじゃないですか。そうなんですよ。やっぱ凝った状態でほっとくとなんか気持ちまで、ね、悪くなっちゃうというか、うつうつとしたり頭痛くなったり、おーい、それあーって感じですね。うん、多分硬いからですよね。なんかちょっと痛くて、うん、肩の動き悪くなってるんですね。ここさ、この辺、この辺筋です。そう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 、その辺からくっついてる感じですね。そうですね。そうだ、残ってるから。ここの芯にこう、硬さがありますね。ちょっとずつね、これは、そうですね、やっぱ彼は、まあ、いきなりなかなかスッキリはね、ガシってやると多分、ね、ちょっとまあ痛そうだし、お腹にも多分ね、よくない、踏ん張っちゃうとね、よくないですね。でもすごい気持ちよかったです。楽に、いい感じに良くなりました。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、はい、ありがとうございます。あーでもすごい。あれ、今こっち向きだけですもん。